おいバブミ、さっきから何俺を見てるんだよ。気持ち悪いからやめた方がいいぞ。バブミ。ああ、俺を赤ちゃんみてえに扱うからバブミだ。へへ、いいあだ名だろ。あ、何笑ってるんだよ。いいでしょ、そんなあだ名をつけるなら。本気であなたを赤ちゃん扱いして差し上げます。何？地脈に関する文献を読み漁り、笑わせて除霊に成功したという記述を見つけました。ふうかちゃん、ちょっとくすぐったいかもしれませんが、我慢してくださいね。おい、やめろ、こっち来んな。何をする気だ。私は鬼でも悪魔でもありません。あなたのママバブミですよ。誰か助けてくれ。そーれ、クショクショクショ。ちょ、やめ。あ、これもすべて本来の玉木さんを取り戻すためです。まだまだ行きますよ。この二人何してるん？意味不明、マジウケる。あ、ちょうどいいところに。あなたたちも一緒にどうぞ。彼女をくすぐってあげてください。マジでいいの？むしろお願いします。それが彼女のため、ひいては神田川のためでもあるのです。オッケー、じゃあやってあげる。こちょこちょこちょ、どうだ。ダメ、これ以上はマジで死ぬ、できない。変わってない。やはりダメでしたか。てめえ、今やはりとか言わなかったか。安心してください、まだ別の方法があります。だったら最初からそっちを試せよ。で、その方法ってのは？本日のお勤めです。お勤めってレースするってことか？儀式の後は気の流れが活発になります。そこを狙って清めの祈りをするのです。よくわからねえが、ちょうどレースしたかったんだ。その話乗ってやろうじゃねえか。お二方、相手をお願いできますか？いいよ、暇してたところだし。そうそう、やろうやろう。オフィス街と昔ながらの川を駆け抜けるこのネオン日本橋、お仕事中の皆さん、レースが始まりますよ。風情とビル街の融合、白昼のお忙しい最中お邪魔いたします。盛り上げてやるからね。3、2、1、お前らよくも好き放題にこちょこちょしてくれたじゃねえか。お返しに俺が勝ったらお前らをゴリンチョゴリンチョしてやるからな。ゴリンチョって何？何それ、痛いの？くすぐったいの？私も聞いたことがあります。
ねえな。ごめんね、あけちゃん。とけるな。飛ばしていくぜ。後ろ来ています。狙われています。後ろ来ています。来てくれてな。邪魔するんじゃねえ。どけ。さすが俺だろ。シャー、勝ったぜ。今です。清めの祈りを始めますよ。十日見えみため、払いたまえ、清めたまえ。十日見えみため、払いたまえ、清めたまえ。てやー。
何なんだ、体が光に包まれて、あれ、自分一体。玉木さん、よかった、元に戻ったんですね。どうやらご迷惑をかけてしまったようですね。マジやばくない？やっば。西田さんの力になるはずがこんなことになってしまうなんて、自分恥ずかしいです。気にしないでください、戻ってきてくれて嬉しいです。自分今まで以上にお務めを頑張ります。だからた玉木さん、一瞬意識が飛んだぞ。何が起きたんだ。あらら、また戻っちゃったよ。マジウケる。そんな成功したと思ったのに。くしょ、なんか頭が痛えぞ。ミスだ、どうなってんだよ。玉木さん頑張ってください。心を落ち着かせるんです。そうすればきっと元に戻れます。そんなこと言ってもよ、頭が割れるように言ってんだよ。玉木さん深呼吸をしてください。深呼吸だな。玉木さん頑張ってください。今では水田さんの足手まといになってしまいます。そんなことは。これ以上迷惑はかけられません。